今日はメイクは、まあ、確かにアイメイクはちょっとアイラインしかしてないけど、みんなそんな気になるんですね、私の顔のが。みんなどんなメイクかとか。あんなにコスメの話になったらさ、米欄かそるのに。髪の毛は染めてませんね。寝起きってきて、髪の毛染めてないです。髪切ってトリートメントしただけです。顔安定しないのかな、私。なんか顔が安定してないからみんなそんな気になるのかな。結構5センチぐらい切った。安定して可愛い。あら、褒めてくれてありがとう。また元気出してよ。曲選んでる時さ、したセピア色のポスター遠いあの日通っていたライブさ、狭いシアターね駅の中、君は今もここで歌ってるのか、月日は静かに流れ、僕は大人になる、
これ本当に二度と披露しないだろうな。てかフリして真似して歌いたいのにない。悲しい。なんでない？悲しい。いつも悩むんだよね。なんかいい曲ないかなって。Yeah.
リクエスト待ってます。なんかいいのないかな。なんかあるかな。俺は一人で激しい雨の中ずぶ濡れ打たれてたかった汚れた体と醜い心を洗い流そうとしてたんだ。こんな時代に何を信じて生きて答えは出ない。傷つくことを恐れてはいない。どんなにきつい道のりもちっぽけな、ちっぽけな俺は前のめりに、ただ一匹の虫になる。されぬかるんだ泥の中がむしゃらに這いつくばってた。綺麗なものとは汗とか涙が洗い流してくれたもの。何が真実、何が偽り、頭の中で考えても近道しちゃう答えは出ない。死んでくことを嘆いたりしない。どんなに長い永遠も不器用な、不器用な俺は振り返らず、ただのになる。命の限り仏様でもいいさ、地べたで叫ぶ魂よ、生きること、生きること、俺はしがみつく。ああ傷つくことは恐れてはいない。どんなにきつい道のりも、ついいぼけな、ついいぼけな俺は前のめりに、たった一匹
どないしよう。照らしてる
できやしない消極対応は恋する季節がもどかしい感じだチリチリ暑いだけだ好きだけど好きすぎて続く青空僕は不器用太陽君のそば君のそばなんかいい曲あるかな。あなたと知り合って伺うかがはじめから伺うかがが見つめられたままで私は動けない街中の座長が一瞬消えたより時はフリーズして熱くなるハーラクトあ飲むイルスガンダメ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 早すぎるわくぜずそうになるかさあな溢れた無名不足の言葉を交わさずにガガガいきなりの音楽が女はいつだって奇跡を求めてるガガガそれ以上音楽が本当の気持ちはどっちかわからないちょっとあんまりわかんなくてあんまなんかちょっとむずいな。でちょっと知らない曲だけどなんかイメージで歌ってみる。本当に1ミリも知らない。あ、聞いたことあるかも。全く知らない曲。無視してたあなたが愛しい。いびつな真珠輝いてるのにこれが本物なんて気づかずに見過ごしてた。どうせイミテーション信じて
ていなかった。紛れてたのは確かに価値ある、愛の真実パール。したらどこにもないの。若さはいつも落ち着きなくて、自分のものも見失ってしまう。ぽっかり空いた心に何を飾ればいいのか。愛してたあなたの秘密な真珠、私のものなのに、これが運命なんてわからずに放っておいた。どうせ不良品欲しくなんてなかった。無視してたけれど、いつかは夢に出る愛の幻パール。難しかったわ。ひどいもんだ。だってなんか昔ニコニコ動画でミリシラっていうのが流行ってて、1ミリも知らない人がその歌を歌ったらどうなるのかっていう。これ知らないとか本当に何年も在籍してる AKB メンバーですか。だってやばい、怖いよ。知らないですこの曲。私結構でも AKB の曲知ってる方だけど、この曲知らない。うん、知らなかった。うん、そうチーム A じゃなくてチーム K だったから。聞いたことある。歌えはしない。私が知ってる曲もありますからね。何も変わってない、駅前ロボタリー、何年かぶりに降りるこの階段、地元に帰ること誰にも言わなかった。彼女に会うのはまだ早い気がした。ステージに立つためにこの街を出て行くと打ち明けた。あの夜一緒になって再会を誓った。夢の途中まだ未来はずっと先の場所。まだまだ成長はしてないから、胸を張って会えるくらいもっと輝くその日まで絶対会わない。
誰に聞いたのだろう。変えてきてること、突然家まで彼女がやってきた。なぜ知らせないのよ。プンプン怒っていた。そして思い切り私を抱きしめた。届かない星になった。あなたも見たいけれど、頑張ってる今も輝いてると、涙目で笑った。夢のステップ登ってる時、きっと人は輝くもの。自分じゃ何も気づかなかった。同じ場所で見てくれてる。一番大事な親友に教えてもらった。夢の途中はまだ未来はずっと先の見えない場所。まだまだ成長をしてないから、胸を張って会えるくらい、もっと輝くその日まで絶対会わない。
部屋の模様が絵が趣味の一つで、コンタクトレンズを使ってて、クロールじゃ泳げないよね。どうでもいいエピソードも心の箱に溜まってた。今までそれだけ横顔見てたから、そう君について話してよ。僕が知っている以外どんなことでもいい。幸せも時に不幸せも、そう愛しさとはそのすべて。知りたくなることさ、宝物たちを集めて、君が好きと気づく。熟慮ねばかり貸してくれよ、来月には返すから。雨が止んだら仕事もある、信じて。めっちゃずれてた。街の外れに立ってた古い店物小屋、なぜだか華やかに見えてたんだ。集まった大人のせいかな、潜り込んでリハーサルを覗いてた。尖った靴履いた会社のジョークは笑えない。あだけど目の前にはまばゆい電飾が溢れて、僕の知らない世界へ連れて行ってくれたよ。ワールド中黒寝かせばパンが買えるワイン。だって手に入る。それより僕は夢が欲しい。ウキウキさせる音楽とかあたりでは見たことない奇抜な衣
仕事もせず昼間から酒飲みこだまいたこの弱闇なんだと深夜目でつぶやく死ねばいい僕の母親はダンサーだったらしい愛人の道化師と竹馬を吐いて逃げていたってある日僕の家の笑いや幸せが消えたよ愛に触れたこともなく愛の意味も知らなかった悪の十袋寝かせば番が買えるワインだって手に入るそれより僕はチケットが欲しいこっそり脇から入るんじゃなく正式に入り口から未来に向かおうかするたびしんどい息それは僕自身をまるで一つの宇宙が現れて神の手のひらの上行くばっかの金なんか意味はないんだ生きる価値を探せばやわよなんかより大切なものアイデンティティを思い出せそう僕は目を閉じて走ってる悪の十袋寝かせば番が帰るワインだって手に入る僕は夢が欲しいウキウキさせる音楽とかあたりでは見たことない奇抜な衣装を正式に入り口から未来に向かおうかちょっと疲れたんで休みます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。私は元気。今日は新しいリップ買いました。そしたら今日のリップの色好きってコメントあった。マキアージュです。ネオンキッズスペシャル配信楽しみだって。私は電話で参加するので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
りでは見たことない奇抜な衣装を。てててれんてあんて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 ん。元カレ選抜だね。だって元カレデス選抜です。だからだからだから何何だからだからだからこんなとこで鉢合わせるなんて。ちょっと待ってカンベン。ネイルの色渋いだって。え、青色、青です。ダンス良かった、ありがとう。ダンス動画みんな見てくださいね。一人で踊ったやつ。こんなとこで鉢合わせろなんてちょっと待ち頑張れよ。今になってなんでぎこちなくなるんだ。だんだかんだかだんだかだんだかだんだららら。めっするわけ。こんにゃくみたいな色ですね。だってこんにゃく。こんにゃくですか。無視するわけにもいかなくて元気だったか。めまいがします。小田エリの、あ、エリナの可愛さに酔った。だった。そんなバナナ大丈夫か、大丈夫か、目覚ませ。エリナ酔いです。だって。お、大丈夫か、目覚ませ。お代理声優もうまそうなって。私だって中学生の時の有名声優さんだったもん。てか髪切ったんですけど気づいた？結構切った。後ろね、めっちゃ切った。めっちゃ長かったけどめっちゃ切った。ティアン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 。色は変えへんの。だって色はお代理サイタル前に染めたから、さすがにちょっと時間かかるしね、色染めるってなると。だからなんかカラーとカットとトリートメントさ全部したら3時間ぐらいかかっちゃうから、3時間もじっと座ってるのあれかなと思って、いつも最近カットするときとカラーするとき分けてる。うん、今日は髪の毛染めてない。髪の毛切ってトリートメントだけ。お代理の配信来るの楽しみだって。嬉しいね。もうすぐお話し会だね。楽しもう。エリちゃんはどんな匂いなの。だって私はジャスミンの香水つけてるいつも。うん、
お話し会行きますって待ってます。まだ受付中なのかな、お話し会って。ぜひぜひお待ちしてます、お話し会はい、ちゃんと喋れますからね。会話大好き、1対1の会話大好き。マジで30人ぐらいいる中の会話無理だけど、30人いる中で誰かとの会話しろって言われたらすごい苦手だけど、1対1の会話は好きです。うん、わかる、ほらわかりますよねこれ。初めて参加する、お、やった、嬉しい。タイマンが得意ってことね。だってタイマン好きです。第3次受付は5月2日の13時までだって。待ってます。ポン、ポンポン。ポンポン。元カレですのオンラインサイン会も楽しみ。お、ね、楽しみ。待ってます。このモトカレーディション、あさっての話し会楽しみしてるね。ね、もうあさってか。じゃあよろしく頼むよ。じゃあ今日の配信は終わりたいと思います。多分誕生日のさ、この画角今日までだよね。ちょっとスクショしてくださいよ。これ25になってます、わかんない、今日までかわかんないけど、こっちか。イエイ。はい、スクショしました、載せてくださいね。はい、同じやんってきた。え、なんで、どういうこと。はい、じゃあでは最後におランキング読みたいと思います。いきますせ。13位日野と、12位ホワ、11位テイテイ、10位直樹9位ひとくまさとる、8位みやちゃん、7位ショータとおだいりしかかたん、6位ブッフォン99、5位ごめん先生、4位マーアットおだし、3位しろしーアットODA かみおし、2位くるりん、そして1位はカンタアットカンカン。ありがとう。では本日の配信見てくれてありがとうございました。Bye.